のう、言い出したらなかなか聞かん子じゃった。でもせっかくお父さんも出かけんとこ。いや、わしらはいいよ。今度の日曜にでも、また。ああ、ありがとう。まあ、二三日五百キャになって、シゲのとこへも行ってやろう思うとるけ。ああ、あんなとこで遊んどるよ。イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになるこらおばあちゃんおるかの？いらっしゃい。さっき電話かかってきたわよ。どっから？菅間の榎本さん。あんな話どうなりましたって。いいんだ、済んだんだ。お父さんお母さんどうしてる？2階よ。浅草まで来たんで菓子買ってきたんだ。何？うまいんだよ、ここのうちの汁あんなんだ。高いんでしょ。こんなんじゃなくていいのよ。うまいだろ。おいしいことはおいしいけどさ、こんなのもったいないよ。おせんべいたくさん。だって昨日もやつおせんべいだぜ。いいのよ、おせんべい好きなんだもの。ねえあんた、明日お父さんお母さんどっか連れてってやってくれない？明日か。明日はちょっとまずいな。集金があるんだよ。そう。本当なら兄さんが連れてってくれりゃいいんだけど。じゃあ今晩金社亭でもお供するか。何やってんの？昨夜から何夜節だよ。そう。じゃあそしてやってよ。東京来てまだどこも行ってないんだもん。そうだよ。一日二回に行っちゃ気の毒だよ。そうよ。でもしようがないわよ。連れて行く人いないんだもん。いや、お仕事ですか。あ、おかえりなさ。はい。ごちそうさ。えらいものを頼まれましたな。いいえ。お父さんは？物欲しい。そうですか。風呂行きましょう。お父さん。
お父さん。いや。風呂行きましょう。ああ。いや、おかえり。あ、風呂行きましょう。いや、またお母さん、帰りに小豆アイスでも食べますか。ええ、ごちそうさん。じゃあ、行きましょう。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。ああお母さん、そこの私の汚いゲタ入ってきていいわ。そう、じゃあちょっと。ちょっと、お願いします。はい、どうも。あ、のりこさん。あたし。いいえ、こっちこそ。あのね、お願いがあるんだけど。明日どう、あんた暇ないかしら。いえね、お父さんお母さん東京まだどこも見てないのよ。そうなの。だからあんた、明日でもつもついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど。そう、本当は私が行けると一番いいんだけど、ここのとこちょっとお店開けられないのよ。うん、そうなの。悪いわね。え、あ、そう。うん、どうも。じゃあすいません、ちょっと待ちになって。え、いえ、いいんです。誠に勝手ですけど。なんだい。明日一日お暇いただけないでしょうか。いいよ。すいません。ニットアルミの方いいね。は、今日中にやっときます。もしもし。あ、お待たせして。じゃあ明日9時頃お迎えに伺います。え、いいいいんです。あの、どうぞお父様お母様によろしく。じゃあ明日。皆様、ようこそ東京を訪ねくださいました。ご上京機会に皆様とご一緒に大東京の歴史をひも解いてみることにいたしましょう。千代田城と呼ばれておりました皇居は、今から約500年ほど前に太田道館が築城いたしましたもので、美しい松の緑を堀に映した風雅と静寂な姿は大東京の雑踏の中にありながら